と思います。おー綺麗、見て綺麗な色のコントラスト。まあ、この状況もさ、このツイッターの DM で無事に行きますからって誘ったんですよ。ウォーター来た。忙しいね、これ。料理以外が忙しいんだよ。進まない。え、3杯飲めってことだから。うめえ。あ、やばい。ウォーター。ちょっと待って、やばー。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。ちょ、設定変えなきゃ、これ。どうしよう。もう必要ないけど、もう一瞬振るって。よし、OK。よし。置き方さ。え、置き方がさ。何の置き方さ。これなの、これがやばい。それ。もう教えない、これは。やばっ。このカップを使って、600人の水を入れていきます。水ダメだよ、言っちゃうとさ、あ、そう、ミスウォーターされるじゃん。やばい。水を入れたら弱火から中火で、あくごとに具材が柔らかくなるまで煮込む。沸騰後15分か。じゃあ、ちょっと中火でやってみよう。ね、ご飯17分後にできんだけど。まあ、気にするな。もうめっちゃ湯気出てるよ。本当だ、いい匂いする。いい匂いしてる。これ顔さ、上にあるとめっちゃ熱いでやけどするよ。あ、でも炊きたてのご飯の匂い。当たり前じゃん、炊きたてだぞ。あ、枝豆あってやった。枝豆？枝豆をね、買ってきたの。枝豆いいじゃん。枝豆しよう。枝豆です。え、枝豆どれくらい食べる？あったらいっぱい食べる。すごいしょうもないこと聞いてもいい？いいよ。枝豆を食べるときにどうやって食べるか。ブンブンってやつ、あの、押して食べる。食べる。僕全部口に入れてこう引き出すか。そういう親父だっけ。マジで飲み会とか行ってさ、あのおっさんがさ、枝豆皮ごと全部口の中に入れてさ、ジュルンブンってさ、羽出せてるやん。若さマジで汚ねえか、親父。どの親父見ても思うわ。ここで借りる友情の亀裂だ。本当だよ。ハッピキン。え、枝豆もうできたかな。ちょっと食べてみて。できてる？あ、できる。食うな。味見していいのは料理長だけだぞ。
ご飯はあと4分で炊き上がります。あ、じゃあ10分しちゃおう。35分まで煮込みましょう。弱火で。めっちゃお腹すいた。なぜだって嫌が悪いのは。ザルに移していきます。さあ、枝豆が出来上がったぜ。さあ、枝豆が一気に跳ねております。どうですか皆さん。どうせ作れたよ。この色、エビ作れた。映ってたけど、この辺いるかな。いやいや、緑は鮮やかだ。じゃじゃん。じゃあ、みんな、待って予想うんです。まだ予想うんです。わえ、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 わえだな、枝豆。よかった。なんかシチューみたいな色になってるよ。えさカレーパン。なんか忘れてるじゃん。ルーはいつ入れるの。15分煮込んで火止めたらルーを入れる。あ、じゃあまだ。まだ。それで、あ、ご飯が炊けちゃった。ご飯が炊けちゃった。ご飯が炊けたらダーッとしてる。え、今歌ったご飯が炊けたって言ったし。知らん。うちだけが。あ、じゃあみんな聞いてほしい。なんか、うちはなんか特殊な言葉を使ってるらしくて、トイレットペーパーをトレペンって呼んだり、キッチンペーパーをキッチンペンって呼んだりして、まあ、これで最近言ってないよね。あれだ、キッチンペーパーないよなって思ったら全然通じない。なんかキッチンペーってなんか加藤ちゃんペーカーないないです。それでね、なんかあ、うちだけなんだって。できた？まだ待って、待って、なんか待ってください。あと5分煮込まないといけないんだよね。で、混ぜて混ぜよう。あの、これめっちゃ大好きな100均で売ってるやつなんだけど、混ぜれるし、ひっくり返せるし、抜群です。これはこれさ、何時に出来上がるのかな。ね、あと15分後には出来上がるはずだよ。本当に？本当だ。じゃあご飯を混ぜておこうかな。混ぜる瞬間みんな見たいかな。見たいなら見せてあげるよ。どうする？え、これさ、難しくない？ない、ない。待って。ちょっと、良くないもんだよ。今、すごい炊飯器。いい感じに映ってた。いい感じだね。オープンザ。来た。お、うわーい。どうですか、この美味しそうなご飯。混ぜましょう。混ぜましょうね。混ぜましょう。混ざった。いけ。オッケー。さあ、じゃあ鍋に戻そう。15分経とうとしています。嘘です、10分経とうとしています。もう、あ、じゃあじゃがいもチェックしよう。じゃがいもチェック。じゃがいもチェック。このじゃがいもが柔らかいかどうかチェックします。クロワッサンのこれで刺します。じゃがいもね、お、柔らかい。お、これ完璧だ。オッケー、完璧でございます。ツン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 。なんだっけ、ツクダンズンブンブンゲームしたい。ズグダンズンブンクン。やった。ズグダンズンブンクン。ズグダンズンブンクン。ズグダンズンブンクン。そこだけ覚えてないんだけど。簡単ね。さあ、じゃあ15分経ったということにしてルーを入れます。ルー入れよう。どこら辺欲しいよ、そんなの。ココイチさんを泳がせるのが最近のブーツで。
どこ、いや、あの、昨日スプラトゥーンでもさ、あの、右のコントローラーの R ボタンを、あの、動かせばカメラの角度を変えられるのに、ここいつはそれを知らずに、右手を使わず、体の向きをめっちゃひん曲げて、腕の向きをめっちゃ180度ひねって、角度を変えたんね。それを、あれ、こう、よじれるよ。そうそうそう、それを見ながらね、笑ってた。なんかさ、線の大きなの、間違えたかな。見てくれてありがとうございました。1時間40分もかかった。